難易度を選んで出撃します。マザーシップの攻撃が始まろうとしている。敵の力は凄まじく、世界が滅びるのも時間の問題だ。希望は一つしかない。今この場でマザーシップを撃墜する。これだけで人類が助かる道である。だが EDF に残された力は少なく、マザーシップの力は強大だ。それでも我々は戦わねばならない。なぜなら EDF は敵に後ろを見せないからだ。残された戦力を結集してマザーシップに最後の攻撃をかける。総員、戦闘開始せよ。こちら本部、まず邪魔者を片付け、敵部隊を全て殲滅しろ。こちら本部、敵部隊を殲滅しろ。マザーシップを丸裸にしてやれ。だが俺は戦うぞ。問題ない。自分は絶対に敵を許しません。任せろ。いざという時は天気問題ない。リビッキ敵が来ます。マザーシップから巨大砲台が現れました。俺にまだ巨大砲台ダメージを与えました。いいぞ。マザーシップの周囲を浮遊しているのは砲台です。総数およそ200。なんという要塞だ。マザーシップの攻撃に成功。敵は活動停止。ボマーがやりました。敵を倒しました。ついにやったぞ。マザーシップをやった。我々の勝利だ。足の筋しろ。なぜか叩く。こちら使うこと。マザーシップの姿を変えました。マザーシップは健在です。周囲から砲台が出現、戦闘形態を取ったようです。これまでは本気ではなかったということだ。なんということだ。変化しろ。総員、砲台を攻撃しろ。総員退避せよ。マザーシップが落ちる。できるだけ遠くに逃げろ。敵が一つ減ったぞ。援護しろ。ヒルマー